これは結構好きかもな。突撃槍だ。うおー、よくね、これ。これいいね。ただ、弱がね、これ。うわあ。うわあ。弱がこれあれなんだよね。かなり横振りがおっさ。これ弱攻撃。今日がね、超押しで。なんかねじれてないこれ、ぐるぐるって。で、ため。いいね。これめっちゃ使いやすいっしょ。で、戦技がこれね。これよくない戦技。これ強いだろ、絶対な。あともう一丁。ユーピオ最高眼じゃない腕を作ってきた。アイギスっていう盾。これがね、盾なんだけど、まあ、要するに、こうやって、カウンターファイヤーを決める。これよくない？これ今日持ってってみようかな。これたまんないとできないんですよ。左下のさ、なんか太陽みたいなマークがさ、ちょっとずつ溜まってない？なんか目玉焼きの、あの目玉みたいなやつ。で、これを溜まると、カウンターファイヤーが、発動すると。いや、これいいと思うんだけどな。この二つを今日はちょっと持っていくわ。さあ、寄ってらっしゃい。見てらっしゃい。ユーピオ商店へようこそ。今日は、おじいさんの部屋にあった、本棚にあった、裸の女性が写ってる本を大量に販売いたします。期間限定、なんと今回一冊、1万円からのお取引です。高くないですか？1万円か。あとで10冊ぐらい買おうかな。あのおじいさん、そろそろホテルから出てってもらおうかな。さあ、突撃槍いかほどかな。試させてもらおうか。まずはお前らでな。行くぞ、ためだ。おお、いい、めっちゃ入る、めっちゃ入る、いいじゃん。で、普通の強攻撃。あ、強いぞこれ。これはいいね。たまんないだろ。おいしょ。あ、これいいね。こういうのはいいっすね。使いやすいぞ。このゲームはね、距離取ってからの攻撃がなんぼなんですよ。で、こっちだったよね。どこまで進んだんだっけ。あー、間違えちゃった。あー、間違えちゃった、間違えちゃった。地味に。はい、スポーン。うわ、なんだこれ。まさかこれ出てくるんじゃないだろうな。これ未来のロボットだな。なんで未来になって大型になるんだよな。どう考えたってユーピオが一番最新作だろう。あれ、これもしかして、あれ、これ、あれ、あれ、あれ、これもしかして、だが、これって、ああ、そういうことですか。くしゃくしゃになった洗礼者の落書き。エルゴの心臓は波長で心をつなぐ。嘘など存在しえない。その清らかな充満。何を言ってるんですかな。いや、ボスだ、ボスだ。壺を呼ぶか。仕方ない。一回目だしな。まあ、呼びますか。壺を。頼むぞ。いやー、この新型の武器でどこまで俺がボス戦、これ初見通用するんだろうか。待て待て。ちょっと待て。あー、間違えちゃった。入るつもりなかったのにな。まあ、行くしかないな。うわ、絶対強いに決まってんじゃん。前回の人形の方でさ、俺結構苦戦したのに。なんかさ、なんかさ、来る途中さ、赤化病の人たちがいっぱい倒れてたんだけど、何？もしかして人形じゃない説ない？あ、俺のリンがよく、あ、え、こいつ、前回のマッチョじゃなかったのか。ここは進化が現実となる場所だ。すごいね。俺はチャンピオンビクター。お前が恐れるべき存在なのだ。強そうだな。いやいやいや、もう人形じゃないな、これ改造人間だね。うわあ、ああ、ああ、ああ、ちょっと待って、いきなり、待って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 、いきなりすぎ、いきなりすぎ、やばいやばい、危ない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 。あ、そう、カウンターファイアんだ。ユーピオカウンターファイア。ユーピオためです。あ、いいねいいね、月が効いてるよこれは。なかなか、はい、ユーピオ突撃ダッシュ、ダズ、いよいよ、ユーピオ突撃ダッシュ、入ってた入ってた、いよいよ、ユーピオカウンターファイア、ドーン、危ない、痛い痛い、危なかった。どっちか、ユーピオカウンター突撃ダッシュ、どっちやね。おお、大丈夫か、ツボ大丈夫か、いていて、やばいやばい、壺がそろそろ死にかけてる。やばい、まだ大丈夫、まだ大丈夫。
結構入ってっけどな。これでもまだ死にかけない。来てて、よしよしよし、いけるぞ。このデカブツが、ちょ、勝ってこいつ、マジかよ。よし、壺を回復、壺を回復させます。ここでおっと、俺じゃないのか。ユーピオンカウンターファイヤー、いいよいいよ、入ってる入ってる入ってる、カウンターファイヤーいいよ。ちょっとしか入んないけど、まあまあまあ十分でしょう。ほっ、いてててバリー取れねえよこんなの、初見すぎて。ちょ、回復しよう。よし、さあここでユーピオン突撃、ツッツッツッ、てか全然入ってなくないか。勝ってこいつ、なんだ、硬すぎるやろこんなの。全然、これ強攻撃だぞ。はい、一発、うわーら、オッケーオッケー。あ、え、変身するの、うそー、変身型かよこれで。お前まずいって。しかもさ、これ指輪つけてきた方がよかったな。これ多分こいつ人形じゃないだろ、これ。なんていうの、心臓病じゃなくて、なんだっけ、赤化病の方の指輪がよかったな。はい、ああ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 、なんかすごいよすごいよ。あああああ、取らない、え、もうダメだって、これで死んだよ。生命維持装置外した、わかったわかったわかった。おおおお、いっていっていって、やばいやばいやばい、起きろ起きろ起きろ、回復、ああ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 、ごついごつい、でかいでかい、なんかアメコミみたいな体になってるこいつ。アメコミ野郎、この野郎、やばいやばいやばいぞやばいぞ、ツボがやめろ、ツボをやるな、回復、ほい、パリ取れそうなんだけどな、よく見ると取れそうだわ。ほい、え、今飛んなかった、こいつダメなのか、もしかしてパリが。よし、いいぞ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 、ツボをつぼよけてる、ナイス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 、ツボをよけてよけてよけてるよけてるよけてるってか、当たってなかっただけだけど、やめろー、やめろ、あーこっち急に来た。まあ一発目だったし、次二発目だし、さあ行くよ、来いよ、おら、クソマッチョ、まずは壺に攻撃させて、はい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 、で多分これ壺行くから、これで、あ、やべ、電気エンチャント持ってきちゃった。こいつどう考えても炎エンチャントだよ。まあでも結構入ってる、いいダメいいダメ、あれなんか掴まれちゃった、壺、それ大丈夫、それやばくない、あ、でも結構入ってる結構入ってる、電気エンジン効いてるぞ、なかなか効いてる、あ、痛い痛い痛い、レバーブロー、ふざけんな、レバーブローとか、おいおいしょー、いよいよ入ってる入ってる入ってる、はい、溜めて溜めて、それー、一発開いた、あ、いて、俺か、な、つぼかつぼか、やめろ、クソマッチョ、いてててててて、回復回復回復して、ほい、動きが鈍足なんだよな、そんな速かないんだよこいつ、正直動きはそこまで、走って逃げればほとんど追いつけられないぐらい動きはそこまで速くないよな。オッケー、来た、はい、からのズズズズズズズ、一発入れてからの、そしてここで地名を取っていく、おいっしょー、からのユーピオスーパー突撃、あれ入んなかったぞ、なんで、半分いけ、よし、来たな来たな、こっからもしかしたらナイファーがいいかもしれん説があるから、ナイファーでいくわ、素早い方がいいかも、マジで普通に。よし、ここでファイヤーエンチャント、ファイヤーエンチャント入れて、壺の回復入れて、オッケー、これで準備万端、からの、はい、ファイヤーエン、ファ、ナイファーナイファー、動き早いぞ、浮いて追いつく、あー追いつくの、それ嘘でしょ、同族映ってごめんなさい、本当に、うわ追いついてくるぞこいつやばいだろ普通に。よしよし、ここでクリティカルアップ、さあ行きます、はい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 、いよいよクリティカル入ってる、クリティカル入ってる、よしよしよし、壺がやられる前に、ほいほいほい、もう一発、
よし、俺が逃げて。そいつは後ろだな。後ろに逃げた方がいい、こうやって。うわー、これは多分高い入れなきゃダメなんだな。はい、エンチャエンチャではないね。クリティカルアップ。はい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 。通報と一緒に殺される。回復して一回回復入れて、クリティカルアップ。はい、うわっ、危ない。本番駐車場。これ避けらんで、マジで。これも多分パリーなんだな。ジャスガしかないんだろうな。いいよいいよ、壺行け壺行け。俺だね、俺か。回復して、よしよし、壺の方行った。ここチャンス、ここチャンス。はい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 、いよいよよ、おっと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 、はい、まだか。危ない、危ない。怖いね。おお、すげえ来るやん、めっちゃ来るやん。危ない、ここ、よし来た、とどめだ。え、なんで、残念だったな、くらえ。よし、あれ、なんかこいつダウンジ、いけー、このまま押し切れ、ズボン、いけるぞ。よし、ズボン、ナイス。ナイス、ズボン。よくやった。もう終わりでいいよ。お疲れ。うん。俺は進化したものなのだ。認めんぜ。おおおお、ええ、誰かが助けてくれた。いや、絶対違う、これ。絶対違うな。しかもこいつ3下？うわうわうわ、来た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 。ボスだ、ボスだ。あれ、誰？ベニーニちゃうの？ベニーニに似てるけど違うよな。誰？おお、誰？シモン・マヌス。いやはや、あのビクターを倒すとは、ゼペットの作品は実に素晴らしい。おっと、これは失礼。私はシモン・マヌス、錬金術師のリーダーだ。君の父上とは長い付き合いでね、かつての同僚ってとこさ。ゼペットは赤化病が人類を強化することを理解しなかった石頭なんだ、残念ながら。あんなやつ、この発見を妨害させるものか。これは全て私の転売するための商品なのだ。君はこの場所をどう思う？感動的だろう？ここにある商品全てを転売する。そのためには私はどんな、え、何々、我々がここに生み出した治療法は何だと思うかい？モンスター、モンスターだ、モンスターを作ったんだ。父親と同じで視野が狭いな。見たままの意見だ。他の奴らと同じだ。やはりお前も転売するにはそこまで高くは売れないな。赤化病をより深く理解しているんだ。わかるか、ゆくゆくは人形もモンスターも全て私が転売する。転売をすることによって世界は私へとひざまずくのだ。何言ってたか全然、ちょっとごめん、聞いてなかった。転売の話してて、なんだって？本質とはエルゴである。そう、君が使っているエルゴはかつて人間だった。あ、エルゴは人間の魂とかなんかあれでできてるのかな？あ、これじゃあもしかして何？あ、なるほど。ではこれ、溶かしたやつがこれ全部エルゴなんですね。はぁ、あ、はぁはぁはぁ。人を溶かしてエルゴにすると。そういうことですね。はぁ、あ。悪くない商売ですね。人神よろしいですか？ダメだ、人神は。人神するな、P は。U ピオはするな。おう。まさに想像を超える能力だ。
君が哀れな過去にこだわってる間に、我々は錬金術師の島で人類の未来を切り開くのだ。その名も天売島メールカリ。ぜひ君も島へ来てその目で見るといい。あるいは我々の試みを阻止するか、もしくは君も立派な転売屋になるか。聖女の像は役に立つだろう。せいぜい頑張って進化に抵抗するがいい。こいつが悪者か、よくわかりませんが、僕はおじいさんが好きです。おじいさんが見てる本はよくわからないけど、でも一つわかるのは、あなたは悪者です。だからいつか僕がぶっ飛ばします。あ、そうだ、帰る前に一ついいですか。今日ですね、あのおじいさんの本棚にあった裸の女性が写ってる本を一冊一万円で売ってますけど、よかったら一冊いかがですか。ふう、なんとかマッチョは倒せたな。しかしあれだな、あいつが、まあ、転売の王か。なるほどな。悪いけどな、じいさんをバカにしたやつは許さねえからな、うちの UPO は。うん、うちの UPO はなんだかんだやっぱじいさんのこと好きだから。じいさんをバカにしたやつはぶちのめしてやるよ。悪いけどな。脳天これで突き刺すから。脳天直撃だよ。あれ、これ、あいつのとこ行かないか。あれ、え、なんだあいつら。あれ、こあいつどっから、どこから上がったんだあいつは。おい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 、お前たち何してんのかな、お前たち。はーい、ハンサムさん。あなたと私は強い絆で結ばれてるのかな。錬金術師との会話は実に面白い転売の話だったよ。ちゃんと挨拶しなよ、あんた。ほら、ちょっと厄介なことになってるし、これから古い友人に相談したいこともあるしさ。その通りさ、姉さん。俺たちが出したらきっと助けてくれるよね。この前の件だって俺たちが君らにそんな悪さなどしないじゃん。もちろん、ロジ的に思うんだけど。弟の視力は病気のせいで失われつつある。だから季節を奇跡を起こすという金貨の実を探してるんだ。どうしても必要なの。あ、金貨の実持ってるよ。ああ。持ってますけど。それで？はい。金貨の実ですよね。たくさん持ってます。はい。インするたびにもらってますんで、錬金術からもらった状況、あ、遅らせるだけ。ああ、なるほど。量が足りないんだ、金貨のね。金貨の実のね。お願い、弟を助けてちょうだい。それと、クロウサギ兄弟のアジトを襲って、無事に帰ってきた弟にはかなりの量が必要かも。怪しいですね。転売する気じゃないですか。あなたたちその節ありますからね。金貨の実だけが頼りの綱なんだ。そこにいる僕の声は聞こえてる？ん？目が見えてないふりしてるのか。金貨の実だけが頼りの綱なんだ。少し分けてもらえないかな。一生のお願いだよ。どうする、 UPO が決めていいぞ。そうですね。まあ、一旦泳がせましょうか。申し訳ないですけど、これ、ツケですからね。ちなみに一ついくらか言っときましょうか。15万です。そして、振り込みはペイペイになります。それ以外は絶対に受け付けません。それと、もう一つ言っときますよ。これが本当に目のためだったら、僕は全然許しますが、これがもし転売だと知った時には、地獄の果て、果てや家族、親族、三代まで全て追い込みます。なるほど、これでこいつらとお別れなのか。正直言って君は手ぶらで戻ってくると思ってた。本当にありがとう。完全に君を信頼してるわけじゃないけど、時間をかければ本当に友達になれる気がする。怪しいけど、まあいいか。まあじゃあ行きますか。これは驚いた。助けが必要なのか。急にベルが鳴ったんでびっくりしたよ。ベニーニか。錬金術師の島、それにモンスターと悪夢だ。人形と錬金術師、関わりたくないね。さあ、どうやって入るとする？その島。
もし5冊分負けてくれるなら燃料だけ必要になるけど、まあ俺が考えがなくもないな。あ、それには黄金のエルゴが必要だ。黄金のエルゴ？何それ？ゴールデンエルゴ？私の調査、いやプラチネラが調べてくれたが、痩せ地の沼の底で見つかるらしい。しかし沼の場には本物のモンスターだ。私は何を言うまい、君の言う好きなようにしたまえ。モンスターエリア行けってこと？なるほど。とりあえず黄金のエルゴを探してこないと、まあその島には行けないってことか。転売とメルカルには行けないってことね。まあ いや乗るわ。厄介なことになったな。しかしもうさ、ほっとけよくね、島で。何やってんだか知んねえけどさ、どうせコツ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 転売してるだけだろ、大して儲けらんないって。プラマイちょいプラスだよ、どうせ。まあわかんない。でも組織ぐるみでやってたら相当儲けるかもしれないな。やっぱダメだ、潰すしかないわあいつら。で、どこ、ここ何？はい、来ました。これ何ですか？初見の場所？あ、野生地の沼、トラム。もう、いきなり来たわ、その、沼のとこに。まずは機械人形な感じかな。指輪がね、3つ装備できるようになったんで、スタミナ回復、いや、ちょっとよくわかんねえから、機械人形、人形と生物両方に効くようにしとこう。どっちが出てくるかわかんねえからな。人もいるんだよ、こうやってほら。死体がな。な、とりあえず行こう。さあ、ゲット。でも人形はある。これ落ちてくんじゃないの？カチャカチャンってどうせ。お、ベニーニクラット。ベニーニガイドはこれを特集してきた場所とは少し異なる場所をご紹介します。痩せ地の沼、クラットの影をうまく表現しているエリアと言えるでしょう。痩せ地の沼は廃棄された人形が捨てられた場所。なるほど、なるほど。人形の廃棄場所ね。はい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 。なるほど。人形の廃棄場所。まあ要するに捨てられちゃった場所か。かわいそうに。地獄のような場所だな。僕もいつか、おじいさんを裏切ったらこうなっちゃうかもしれないから、裏切らないようにしとこ。うまくお世辞を言って、うまく好きなものを持ち運んで、顔色を伺うんではなく、手のひらで転がす。これが大事。ちょ、来た、来た、来た、俺の苦手、スコップマン。スコップマン来たぞ。これどういうやつだっけ？ああ、こうか。はいはいはい。懐かしいな、こいつ。はい、ここです。はい、一発。あれもしかしてこれ、ドゥン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 で。ドゥン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 で、ちょっとひっくり返りそうになっちゃう感じ？めんどくさいのー、ノー！あれ、でこうなっちゃうの、こいつ。もしかして。そういう感じ？はめられちゃうみたいな？はめられることはない？ああ、加熱、危ない。やっぱこれあれですね。なかなか、スタミナが。スタミナがさ、結構減りが激しいけど。でもこの一発でこいつがさ、ダウンしてくれるから。この武器強くないか。くれそれ !OK。うん。よしよし。でもこいつ出てくんだよな、またな、多分な。めんどくせえことに。こっちかな？なんか機械も出てくるし、生物も両方出てきそうな気がするんだけど、気のせい？犬か。お、まだ、なるほどね。爆発するやつ。犬にはこれです。お、やるね！やるじゃん。はい！ドン！ちょ強くない？この武器。普通に。普通に強いと思うんだけど。これは何だろう？爆発するか？うわー！そういうことね。はいはいはい。やってみなきゃわからんからな。あの犬用だったのか。うわ、ここ降りたらやばそうだな、このスクラップ場。こう降りないようにしよう。とりあえず降りないようにしよう。実況者が、こういうとこを、降りちゃったりするんですよ。てかやべえ！レベルアップしてくれよかった。もうめちゃくちゃだ、これ。やばい。やばいぞ。とりあえず進むわ。はい、行きます。こうです。いいね。一発一発。うわ！やばい。あ、宝箱あった。ごめんよ！あー、なんかあったんだけど、たる。そういさ、なんか来てる。やばいよ。ほいそーれ！はい！いいね。使いやすいよ、なかなか。宝箱開けまーす。おい！ゲット？
ベイルフォード上級絶影変換器。おい、どこだ。多分この辺じゃね。こっち、こっちか。これだ。ベルフォード上級絶縁変換器。パフォーマンスを誇る人形の属性耐性を増加させる、感電に対する耐性を強化する。なるほど。感電に強くなると。でもさ、なんかさ、さっきの下よりももっとこっちに進む、あー、だこっちが進むだな。さっきの下に飛び降りるところは、実況者たるもの、行かんとダメだよな。ここは行くべきだな。うん。こっち、ゲーム実況者はこういうとこ突撃していかないと。はい。おわい嘘やろどう見ても落ちるとは思わんだろ、今のところ。どう見ても思わんかった。絶対一人ぐらいやったと思うんだけど、俺の動画見てる人も。あそこ。あ、行けそうだな、ぴょーんと飛び降りてさ。うわーみ、なに、あ、キモっ、くしょ、なんだな、あー、いてててキモいキモい、マジキモい、普通に。やばいって、それで。ユーピオ最高感持ってきてないんだから、今日。キモい、キモい、キモい、キモい。そして、なんか、犬いるし。なんか、汚染されてる、ここ。うわ、うわ、うわ、キモい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 ー、どうすん、はい。アイテムがあるのか、あそこにな。だが、射角的にどうなんだ、これ、上から撃ってくるから、先に上倒した方が良さそうだな。上倒すか。上から撃ってきたら、マジキモいかな。もうただでさえ、なんだ？ああちょっとな、え？げ！狂気のピエロ再来あれ。だるマジだりあいつ。おい、だりーぞ、お前。こんなとこで。しかもなんか電気まとってないか、あいつ。なんであんなパリパリしてんの？だるいな、お前。なんで狂気のピエロこんなとこで。再来じゃん。お前、それ、なんかさ、おーおーおー、いいね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 。もうめんどくさい。しかもなんか色がさ、薄くなってるぞ。あぶらあぶらあぶら。いや、勝てー、こいつ、マジで。ダリー、こいつ。クソダリーんだが、お前。お前、ダリーぞ。ちょ、ここ避けて。はいはいはい。はい、ここです。いけー！オッケーオッケー、入った入った。よしよしよし。こいつさえ倒せばいい。こいつは多分、俺の予想は、おそらくだけど、多分、二度と出てこない。一回倒せば。俺の予想はね。いて！ちょ、戦いづらいな、ここ、普通に。はい、はい。はい。あいて、腹！だるー、こいつ！ナイフで行こう。いやー、だりー！うぜぇ！こいつの限界地点を知ろう。どうせこいつまたあれだから、限界地点があるはずだから、来させて。結構伸びるな、それ。あれ、こいつスルーできちゃう。てか、どこまで来んの、こいつ、マジで。課金。結構来るで、君。あ、ここ限界点かな。あー、ここいいぞ。あ、いて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 。いやー、待て待て。まあ待て、まあまあ待て。まあ待てって。まあな。あ、これもしかして、ここ、もしこの下に来てくれれば。あ、これは来たぞ。いい武器あります。これです。いい武器ありますよ。これいいんじゃないか。来た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 。ユーピオハメ、俺の得意技、ユーピオハメ、ハメ来ました。これは来たぞ、バカめ。お前はこの世界のハメという恐ろしさを知らないようだな。オーラ、どうしたどうした、オーラ、あ、どうしたどうした、おい、どうしたどうした、ダメだな、おい。これでも食らうか。全然入んなかったわ。それそれ、俺俺俺。え？いや、お前がこっち来るな、俺こっち行くよ。あ、いていて、やべやべやべ、10が10がー。よし、あともうちょっと、あともうちょっと。完全にはめてます。超えてきてもこいつをはめる術を俺は編み出してしまいました。完璧です。はい、来ました来ました。さようならです。おらよ、くれー。爆散したわ。ざまみやがれ。何が殺人狂気ピエロのなんだっけ、代表様みたいなやつだ。負けるわけねえだろ。うちのユーピオのハイスペックに勝てるわけないだろ。イケメン、優しい、思いやりがある、はい、そして黄色い三角帽子が似合う。負けるわけないんですよ、普通に考えて。これでもあいつ出てこないだろうな。そしてこいつらがね、クソったれどもが、
あ、何？もう、トラバサミで死ぬ。なんか、あるよね、多分、後ろにも。あるあるある。こいつ、マジ。これさ、でもさ、ここで。おらー！おっか。舐めんな！落ちろー！わっほーい！おい、残念でした。落下死の痛みを思い知ったか？よしよしよし。これで、下が安全に取れるな。そんなに大したことないアイテムだったわ。これさ、床抜けないよね。怖いんだけど、マジで普通にこれ。え、これ下ある？これ抜けるよ、絶対。抜ける抜ける。こういうパターン抜けるから、このゲーム。あ、折れた？はい。待って、多分ね。多分ここが抜けんじゃね？抜けないんかい！そこ抜けないんかい！気構えすると抜けないな、ほんとに。ちょ、そろそろやばいぞ。回復が2個しかないんだが。怖っ。あー、警官？警官か、普通の。はい。これ一撃で折れるな。残念。はい、突き。いや、こいつ、これに弱いな、めちゃくちゃ。上と下。下はなんだ？なんか落としてない？カチャ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 。何の音？下かなこれ。下から落としてるくさいな。うわぁ、なんか、仕事してんだけど。これ、どこで戦えばいいの？ちょっと待って、これ上から撃ってこないよな。射角的に無理か。よいしょ。熱心に仕事してんだけど。これをどうした方がいいか？例えば、はい！届かないの！ああ、見て、かゆくかゆく。結構もうしんどいぞ。はい。はい、ここでもう一発。どん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 。で、ここで登ると。登ってしまいますと。ああ！怖い！届くのね。さすがロングスコップ。ああ、